ちの新曲「メリパ」が10月スタートの TBS 火曜ドラマ「あのクズを殴ってやりたいんだ」主題歌に決定した。 TBS 火曜ドラマ「あのクズを殴ってやりたいんだ」毎週火曜夜10時は俳優の奈緒がプロボクサーを目指すアラサー主人公を演じ、全女子を沼らせる金髪の謎の男を3年ぶりの火曜ドラマ出演となる玉森裕太が演じる。結婚式当日に彼氏に逃げられてしまった主人公が、人生どん底のタイミングで金髪の謎の男に出会い、彼との出会いをきっかけにもうクズな男に泣かされるのは嫌だと自分を変えるためボクシングを始めるという、恋もボクシングも本気で向き合う姿をオリジナル脚本で描くガチンコボクシングラブコメディだ。ピープルイチコの旅は主題歌を担当させていただきまして大変光栄です。生きることはとても難しくて、僕らはいつも自分自身の面倒を見るだけで精一杯です。けれど大切なものを守りたいと願うとき、少なからず強くなったり変わったりする必要がきっとある。そしてその先にどんな未来が待っていようとも、その思いはとても尊いものであり信じるべきなのだと僕は思っています。この物語が持つ確かな強さを、そして確かな弱さをピープル一なりのサウンドと言葉に落とし込みました。ぜひドラマと合わせてお楽しみいただければ幸いです。そしてどうかあなたにとってあなたの未来が明るいものでありますよう心から祈っています。なお待ちに待った主題歌が届きました。ピープル1の皆様本当にありがとうございます。恋とボクシングのリングに立つ主人公の混沌とする頭の中、高まっていく心臓の BPM を感じるリズムにドキドキします。舞花氏、メリバと共に視界が晴れるようなエンドロールを迎えられることが楽しみです。プロデュース戸村光来、今回ボクシングがテーマであるということで主題歌は勢いのある楽曲にしたいと考えていました。そんな中でピープル1さんの音楽を聴きました。キャッチーなメロディの中にけなげさや負けん気があり、そしてどこか可愛らしくも感じ、ほこびの成長や乖離の過去など様々な要素を持つこの物語にぴったりな音楽性だなと思いオファーさせていただきました。メリバを初めて聞いた時、ほこびと乖離に降りかかる様々なことを二人で乗り越えていく姿が言葉と音でより鮮明に表現していただけたなと感じ、改めてオファーしてよかったなと思いました。主題歌がどのタイミングでかかるのか楽しみながら見ていただけると嬉しいです。